話題としては最後であります。お米牛乳子育て応援事業についてであります。同では食料品などの物価高騰の影響を受けている子育て世帯の負担軽減や農産品の消費拡大を図るため、お米券等を支給する北海道お米牛乳子育て応援事業の第2弾につきまして、1月26日午前9時から申請受付を開始をいたします。4月の30日まで受付を行います。対象につきましては平成17年2005年4月2日から令和6年2024年4月1日までに生まれた児童がいる道内すべての世帯になります。支給品につきましてはお米および牛乳とお引き換えできる商品券や電子クーポン、道産の7つ星10キロの現物、こちらが選択できるということになっておりますので、子育て世帯の皆様のご希望に合わせてこちらの中から選んでいただければと思います。こちら、まあ、お米、10キロと、多分県の見本があると思いますけれども、スマートフォンでも、手軽に、ご申請いただけるように、専用のホームページから申請をいただけます。ほか、まあ、郵送でも申請を受け付けます。なおですね、まあ、これポイントなんですけれども、第1弾の支給品を、受給していて、前回の申請時からお住まいが変わらない世帯には1月の25日までにダイレクトメールをお届けする予定であります。家族構成に変更がなければそちらお手元に届きましたダイレクトメールに沿って手続きがスムーズに行える簡易申請がご利用いただけますので、こちらをご利用いただければと思いますが、25日に来るんですけども、25日にはまだこの申請はできません。26日の9時から申請になりますので、その前日までにダイレクトメールを皆さんにお届けをするということになってますので、その内容につきましてもダイレクトメールに書いてありますので、ご覧いただければ分かるとは思うんですけども、この届いてすぐに何も読まずに申請しようということの場合ですね、そのページがないもんですから、翌日の9時からご申請という点はご留意いただければというふうに思います。第1弾でも報道の皆様に周知ご協力いただいて、大変多くの方にご利用をいただきましたので、引き続き皆様にはご協力をいただければというふうに思います。私からは以上です。